宮司正岳は、日本の企業役員、政治家、北海道東別町長、三菱商事顧問、東別町議会議員などを務めた。1943年3月16日、福岡県生まれ。1965年に、早稲田大学小学部卒業後、三菱商事に入社。南アフリカヨハネスブルグ支店長、欧州三菱商事会社社長。 三菱商事常務執行役員を務め、2004年に三菱商事顧問に就任。アフリカ諸国の開発事業に長く関わってきた。2008年に退職。また、南アフリカ、タンザニア、ナイジェリア、ガーナ、ナミビアの各大統領経済、投資諮問委員会委員、国際連合、アフリカ開発のための新パートナーシップ、支援委員会委員を務めている。 2007年に在北海道南アフリカ、共和国名誉領事、国際協力機構客員専門員に就任。NPO 法人マナーキッズ副理事長も務めていた。退職後に、三菱辞書が開発に絡んでいる北海道、東別町スウェーデンヒルズに移住。2011年に、北海道東別町議会議員に当選。2013年7月に、 元町にの渋谷都市和を破り無所属で町長に当選した。趣味はテニス、空手、ゴルフである。日本空手協会当別支部永年会員。ABCDEFGH 当別町役場。当別町町長の部屋。2013年9月2日閲覧。ABCD 国際協力機構。特集元気なアフリカパートに新たな成長へのチャレンジ。 2013年9月2日閲覧。日本から出協会。北海道東別支部宮司正岳様が町長選挙に当選されました。2013年9月2日閲覧。ありがとうございます。